やっほーみんな、しょうこです。今日は往路ビルの隣の町クイラパラヤムっていうところを紹介したいと思います。でその後にちょっと往路ビルでの友達との時間とかもシェアしていきたいかなと思います。ここは結構おしゃれなお店とかレストランとかカフェがあって、なんかヨーロピアン調ので、私のお気に入りのお店がここのハーブ屋さんで、彼がここの店主で一つ一つ丁寧に説明してくれて、ここで私も2つ商品を買いました。それがアシュワガンダって言って栄養剤で、でもう一つがアスタパウダーって言って、これは食中毒とかに効く薬っていうのが、この時私結構なんかお腹痛かったりとか食に当たってたから、でこれすごい効いた。そしてですね、ここでその後ランチをして、ここはオープンスペースって感じで、すごい開放感あふれる緑々しいレストランで、思った以上に値段もそんなに高くなくて、すごいここはおすすめでした。ただこの後にみんなも見れると思うんだけど、ハエがねちょっと多い、あと蚊もね多いから、まあ、虫除けスプレーをちゃんとして行った方がいいかな。おっと、ちなみにここのレストランの名前はホープカフェです。メニューもすごい豊富で、私はベジタリアンなんですが、ベジタリアンやビーガンの人にも全然安心して食べれるようなメニューがたくさんありました。そしてこの上にはラウンジで座れるところもあって、まあ、今回はそこには座らなかったんだけど、どんな感じかなと思ってちょっと上に上がってみました。で、まあ、正直そんな綺麗ではないだけど、まあ、座れないこともない。こんな素晴らしいところにランチ来ちゃった。すごい。待ってね。今見せるわ。私が見ている景色です。いやもう幸せでしかないよ。そして今回オーダーしたのがベジバーガーのセットで、昆布茶と一緒に来ます。すごい美味しかった。いただきます。うまっ。うん。うまっ。はい。もう辛いのやめてって言ったけど辛い。そしてここでお会計を済ませます。そしてその後にスムージーのお店に行ってきました。とにかくここに来てから私食べまくってました。もう食欲に関してだいぶ貪欲になっていました、ここで。だってね、全部美味しそうに見えたので、実際ここのスムージー屋さんもそうなんだけど、全部美味しくてちょっと正直びっくりした。そしてこれが私がオーダーしたスムージー。ほんと冷たくって美味しかった。また飲みたい。インドではとにかくココナッツウォーターをとにかく私は飲んでて、道端でこうやってねココナッツが売られてて、この町でもこうやってちょこちょこ売られてるんだけど、まあここのココナッツのクオリティちょっとあんま良くなかったけど、まあまあ悪くはなかった。でこうやって飲んだ後にココナッツ渡すと、こうやってまた割ってくれて、中の果肉を食べれるようにしてくれます。そしてすぐ近くにあったここの場所が一番の私のお気に入りで、ハス畑、もうねすごいなんか圧巻だった。まあ残念なことに、まあ、ゴミとかがあってちょっとね残念な景色だけど、でもやっぱりハスの花すごい綺麗だった。
オーロビル来た際にはぜひここのクイラパラヤムのこのハス畑を見に行ってみてください。本当におすすめ。ここはブレートチョコレートって言ってちょっとおしゃれなカフェで、朝ごはんがとっても人気で、例えばスムージーボールとかチアシードのボールとか、あとフルーツが食べたい人はここおすすめだね。あとチョコレートもこうやって店内で売られてて、でもう一つおすすめなのがベーカリー。ここはクロワッサンからフルーツのタルトとか、もうとにかく種類が豊富で、ベーカリーが好きって人はぜひここに来てください。週末はとにかく人気だから、早めに来るかちょっと時間をずらして来る方がいいかな。そうすると座れる。そして次は友達に教えてもらった地元の人しか知らないようなおすすめのジュース屋さんに行ってきました。ここがそのジュース屋さん、グッドアースで、こういう風に壁画があって、お店の入り口がこんな感じ、店内はこんな感じで、飲める場所もあるし、とにかく本当に安い、このジュースは。そしてフルーツもとっても新鮮。そして私がオーダーしたのはココナッツミルクベースのスムージーで、ドロッドロだけど美味しかった。そして別の日に今度はまたオーロビルに戻って、友達がイベントをするからっていうことで、その準備にアートフォレストっていうところに向かいました。この日は音楽バンドがプレイをするということで、その下準備に来ました。でほとんどもうセットアップはされてたので、私はあとはちょっとした小物の準備を手伝いました。We are making mango chia pudding. Chia seed pudding. Oh, pudding? Yeah. Oh, sounds so good. Oh my goodness. It's only, I think, 300 for sleeper. But I tried to check the train and then.It's nice here. This is the area, everything for yeah. painting. Yeah.
you. これはこの時に泊まってたホテルの隣にあるカフェの朝ごはん。フレンチトーストなんだけど、ケチャップをかけてちょっと変わってたけど美味しかった。犬がいるの下に。ずっといるじゃん。行くの？ごめん、私は犬に好かれるダメだよ。ここの階バラーシャキオーム・シャッティバラーシャッティ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 。
Yeah, one person the orange matcha. Also, it's summer, so yeah. We have food. I just moved out. Again, you. Okay. Thank you. ഇതിനാ കണ്ട മാർക്കറ്റൊക്കെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് പോകാനത് പറത്തി കടിക്കുന്നോക്ക് നല്ല പോവാ പണി തീർക്കുമ്പോഴാണ് ആറ് മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആരുടെ ഹെൽത്ത് പോയതാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്താൻ ലേറ്റ് ആയി ഓരോരുത്തരും ഓരോ കഥയാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ടൗണിൽ എന്തോ മാർക്കറ്റിലെന്തോ എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല എനിക്കിന്ന് എസ് കെന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്.